今日はこれ食べる、ペヤングソース焼きそば、湯切らず。<laughs> 皆さんこんにちは、カピバラ太郎でございます。今回のまずレシピは、カップ麺ブロガー、タカさん考案の、ペヤング、湯切りなしを、試してみようと思います。1975年発売のペヤングソース焼きそば、今もたくさんの人に愛されているけど、 実はその発売日の3月13日はペヤングソース焼きそばの日なんだって。それでは今回もマズレシピ。行ってみよう。大事なのはお湯の量だよ。麺がギリギリ浸るくらいのお湯を使ってね。通常の量だと味が薄くなっちゃうから、ギリギリまで減らせば完璧なソースラーメンができちゃうよ。 もちろん今回は湯切りしません。液体ソースを入れます。ふりかけとペヤングスパイスを入れます。麺の香ばしさとスープのフルーティーな甘さが絶妙に調和し、予想外の美味しさにはまっちゃった。ドゥリシェス。ペヤングなのに違う。 っていう衝撃、楽しめちゃうんだよね。